レコーディング曲あ、おだすあ、どうあ、どうマラモさん、どうしたじゃん大丈夫ですかどうしたえですか一回帰るわ、ごめん一回帰るわ、ガチガスあ、おだすちょい遅れたな大丈夫ですか、電車うん、なんかめっちゃ混んでて、はいはい、遅延してて1時間40分ぐらい遅延してますよあ、マジですか、うん、まず無事来れてます無事人もすごくてはいはい今日、あれか、レコーディングやもんなそうですね、今日レコーディングっていうあれで時間2時間やから、ちょっと押してんな1時間50分かでも大丈夫じゃないですか、ちょろサクッと撮れますよね、たぶんあ、ギターギター今日ギターだけやもんなそうですねドラムはまた今度撮るからそうですね今日はギターだけサクッとギターだけやな、どうしました何してんすか何してんすかギターやなギターなんか手伝います準備あーせやななんかどうしよう何を使いますか今日、まあ、まあギター使うやんギターとアンプが1個あればいいですこれせやなちょっとどっか置いてもらっていいこれ え僕持ってるんですかうんでこれどうしようあと何がいるレコーディングって何がいるあのいつもの自宅でやってるセットですか。あ、そう自宅とはちょっと違うけど。はいはい。自宅もっとすごいから。ああ。でも簡易的なセットやけど。はい。まあ多分いけるかなって感じのパソコンで。そうやな。ちょっとまあとりあえずパソコンダウ開いて。シールのあ。それちょっと待って。どうしました。なんか。ダウやな。あ、マコさん多分時間大丈夫ですよ全然あの余裕あると思うんでゆっくりやっと、はい、1時間45分しかないでギターレコーディングだって曲2分ぐらいじゃないですかそうやなちょっと待って、うん、どうしました今度あれ俺待ってえパソコンって絶対いるパソコンあれパソコンいるんじゃないですかいるかさすがにいるかそれで録音するんですよねそうやなえどうしました電源がつかないトラブってますいやそんなわけないな充電切れてんじゃないですか単純にちょっと充電していい OK じゃあとりあえずこれまあちょっと充電してそうっすね待ってやヒロキって今日はいドラム叩くドラえあ今日ギターじゃないですかレコーディング俺だけ今日だって同じ部屋でやったら多分めちゃくちゃになっちゃうそうか俺だけかはいはいまあ完璧は完璧やねんけどこの前結構弾けてたっすもんねなんかうんちょっと待ってあれ充電ってどこやったっけえどういうことですかレノボの充電でそこでやってますか待ってやあコンセント多分こっちにこっち延長コード延長ああいらんかいけるいけそう届くんじゃないですかねいけんなないで。ちょっと待ってください。あ、そっちから引っ張りましょうか。こっちのコンセントから。この延長コードいるやろ。あ、そうっすね。言ってるやん。すいません。そうやろ。こっちから引っ張って、とりあえずパソコンの充電だ。そうっすね。で、まあこれごめんな。ちょ俺のミスだよこれ。あ、いいっす。全然。充電しながら動くんじゃない。いけるかな充電しながらで。多分はい。ちょっとシールドあれやな。配線系ちょっと。配線何がいるギターやからシールドとパソコンには何で繋ぐんですか今何で繋ぐマイクいやマイクあキャノンケーブルやあキャノンケーブルキャノンとなんか借りてきますああるのかこのスタジオに持ってきてるよ俺シールドあはいはい当たり前やろ見てめっちゃ持ってきてるからそんな使うんですかこんだけやったら大丈夫やろそんな使うんですかシールドえ1本でいけるかいやインターフェイスにちょっと待ってインターフェイスをまずパソコンにつないでインターフェイスの電源もそこからで届きますかねなんでインターフェイスの電源が届きますよそこでどういうことその延長で届きますか、ね、あじゃあこれもこれ挿したら電源やねこれあそうなんですねそうこの電源とかないねはいはいはいちゃうわギターからアンプに刺さるかなと思いますなそうやんな確かにギターどうやって音出すって話ですよね。これは使いますか？このスイッチみたいなやつ。あ、それは使わん。これはいらないですか？うん、あれ待って、俺ピックも。ちょっと待って。
ピック。いや、俺いつも財布にでも1個入れてるの。はいはい。あれ？ちょっと待って。忘れました、ピック。いや、ピックは俺絶対いつもどっか入れてるから。よくこの下に落ちてんね。あ、まあ言ってましたよね。うん。あれないな、ちょっと待って。ピックないと弾けないんじゃないですか。あれ？ピック知らん？知らんか、それ知らんか。え、ギターついてんじゃないですか、ほら。ね、まさ、ついてんじゃないですか。もういける、さすがにいけちゃうか。つけばいいもんな、別に。充電。そうっすね。マックスになっても。あ、ついちゃった。あ、ついちゃった。よかった。忘れるわ。とりあえずこれやな。シールドを。はいはいはい。だって。シールドまずいるよな。足ります？あ、シールド足ります？シールドが足りる、こんだけあるか足りるやろそれ。あ、そっか、うん、これはいらんか別に。ちょっと教えてほしいです、これどういう感じなんですか。パソコンにギターの音を取り込むからキャノンや、キャノンを刺さなあかんねや。キャノン、それがマイクっすか、キャノン。そう、はいはいはい。で、これをマイクをそこに立てるから。あー、このアンプに。そうやな、はいはい、これ、これ、待ってや、え、刺さんないですか。うん、ここ、ここ向きあるんじゃないですか、それ向き。向きか、オッケーオッケーオッケー、刺さった刺さった。マイクを立ってるわ、とりあえずな。まず一個一個やっていかなあかんね、こういうの。そうですね、これ準備が一番時間かかるんじゃないですか。そうやね、大変や。はいはいはい、手伝うんで言ってくださいね。俺マイクさっき借りたよな、57借りたはずやね。あったあった、立ってや。マイクをあれや、立てるやつがいいね。スタンド、スタンド、スタンドで、スタンドでこうします、こうします、ここ、なるほどなるほど、こうします。別に短いやつじゃなくていいんですよね、それで。これ、あ、ちょっとライトある？ライト、あ、携帯でいいですか。うん、携帯でいいよ。これちょっと教えとくな、みんなに。はいはい。こうやるとさ、ほら見えるんですよ、スピーカーコーン。え、どういうことですか。あ、ほら、あ、カメラでわかるかな。はい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 、そう、はいはい、これライブハウスとかでもできるから、これこうやって、でスピーカーコーンの中心に行くほど肺がきつくなるのや、はい、で外れるほどマイルドになるから、まあいい場所探してやんねんけど、はい、ちょっと角度悪いな。これちょっとカバー外していいかな。あ、それ外すと何かあるんですか。あ、あの、そうやね、別に吹かれがないやんって息。あー、そっか、息がある場合はこれつけてる方がそのノイズが低減されんねんけど。へー、まあ、ギター取るときは外した方がクリアになるからさ。なるほど、そうそうそう。これ多分めっちゃ汚いよ。じゃあマイク OK ですと。マイク OK です。いや、分からんで、また後で音出しながら確認しながら調整するけど、はいはいはい、とりあえずな。で、あ、これをちょっとダウや、ダウを立ち上げよう。ちょ、ひろき、これちょっとやっといてくれ。あ、いいですよ、はい、ちょっと俺準備するからさ。 OK です、 OK です。まだつかないですね、つかないですよ。つかない、つかないです。やばい、なんか押しても、うん、なんかピコピコになってますね。マジで、マジで。あ、じゃあギターさっき音作るか。あー、そうっすね。な、はいはいはい。あ、出た、このアンプ出た。このアンプ出た、難しいやつや。あ、難しいんですね。あ、ちょっと待って、電源、電源つながらあかんわ。あ、そっかそっか、これね、そうじゃないですね。ちょ、ひろき、ちょっとやってもらって。あ、いいですよ。椅子とかいります？なんか椅子座って引きます。あ、まあそうやな、座った方が精度上がるから。はいはいはい、よし。お、いいっすね、なんかレコーディングって感じがして。いい感じ。あ、いいんじゃないですか。ちょっと歪まんな。あれ、今日エフェクターないんですか。持ってきたいな、マーシャルのやつでやろうと思って。はあはあ、変えてもらうか。あ、この上、うん、いけそうやったらちょっと聞いてくるわ。はいはいはい。一回止めていいよ。あ、もういいですか。うん、ちょっと一回カメラ止めますね。休憩する一回。あ、そうっすね、はいはい。あ、マサさん届きましたね。よし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 、 JCM2000 よしよし、そうそうそう、でこれとチェンジして。そうやな、チェンジして、やっぱ2000じゃないとな、歪みといえば。はいはい、やっぱ2000の方がズンズン、うん、そうそう、ズンズン歪むから、俺は好きかな。はいはい。んで、これを、あ、そっちの延長から取ります。こっちの延長、
どっち？どっちの延長？あ、さっきの黄色い延長コード。あー、そこにあるで。ここに。あ、ここに。ホタテ延長。あ、そうですね。それでいいですか。これでいい？それで届けばいいんじゃないですかね。じゃあ、そっちの方で。届くわ。よし。電源入らんで、ヒロキ。あ、どうしよう、刺さってます。あ、刺さってる、刺さってない。これはいらないんですか。これ違う。これフットペダルやから使わんな。あ、これはいらないやつ。そうじゃ、そういうのやめてくれる。なんか別にテンパってはないけど、はい、はい、なんか横からいろいろ言われたらさ、準備してんのに今。あ、すいませんなんかテンパってるみたいに見えるやん、かあの YouTube 上な。あ、ちょっとそういうのやめてくれる。まあちょっと準備しましょうか、さっさと。そうやな。歪みってこっちやな、こっちやな。原因上げて、そう、刺してから。今俺やろうとしたやん、どう考えても。あ、そうっすか。そうもうジャンデル。大丈夫ですか、まだ配線が。配線がやばいな、ね、マジ。ちょっと持って気づいたな。なんでそんな持ってきたんですか。まあなんか、ないよりある方がいいやん。あ、予備。そう、はいはいはい。足りんよりかは余ってる方がいいかなっていう。足りないっていうのが一番やばいっすよね、うん、そうやばすぎやろ、足りんかったら。はい、待って、よし、音出します。はい、チューナーとか持ってる？何のですか？ギターですか？ギターの。持ってないっす。持ってないか。チューナーいるわ。ちょっと待ってや。あれ？チューナーいつも持ってなかったでしたっけ？いや、いつもあれやね。アンプシミュレーターで使ってるからさ。ああ、そっかそっか。今日持ってきてないから。はいはい。ちょっと借りてくるわ。ちょっと待ってな。大丈夫？ちょっとだけ待っとって。扉引く。ちょっと待っとってな。オッケーです。あ、ありました？フリップ式チューナー借りてきたわ。はいはいはい。ちょっと待って。大丈夫ですよ、ちょっと時間大丈夫ですよ。いや、刺すやつ借りてくるわ。刺すやつ。おう。やばい、時間やばいか。そんな時間大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫ですよ、時間。マジで。はい。ありました。あった。刺すやつあったわ。よし、オッケー。じゃあやるか。オッケー。ちょっと待って。一回ちょっと鳴らすわ。さすがに。ああ、ウォーミングアップします。うん。そうやな。ちょっと一回止めようか。あ、何のカメラなんですか。うん、じゃあ一回止めてもらって、ちょっと休憩する。あれさっき休憩してなかったんですけど。いや、今から始めるからさ、ちょっと。ああ、はいはい。精神統一的な。なるほど。一回集中するわ。オッケーです。うん。ダブ立ち上げの、前やったやん。前の動画のデータが残ってるやん、あれを使おうと思ってて。はいはい。あれ？これライブセットやな。あった、あった、バックトゥーフリーダムあった。はいはいはい。ちっちゃ、待ってや。オッケー、これを聞きながら、あとはマイクからの音をここに入れたらいいわけやな。そうですね。インプット1。あ、来てますね。見て、ほら、一発、ほら、来てるやろ。あ、これ取れてる。ほら見て、一発。OK、よし、じゃあ一回取るか。あ、もうこれ流しながら、うん、ちょっと取ってみるわ、もう。あ、休憩いいっすか。いや、いいよ、そんな休憩とかいらないの別に。さっきなんか精神統一があって言ってたんで、ちょっと休憩する。はいはい、精神統一的な。ちょっと音だけ調整するわ。 OK です、うん、ちょっと待ってな。
短いなこれ。あ、届かないですか。いや、椅子高いなこれ。ちょっと待ってな、一回抜いて、また下がぐちゃぐちゃになりました、うん、やばいねこれ。どういうこと。え、でなんかあるんちゃう、これ。あったって。これを、あー、はいはい、ここ欲しいの。ここをこうしたいんだな。これもっとこっちに持ってきたらやりやすい。あー、そうですね。手元に集めましょう。よしよしよし。ちょっとごめん、音調整するわ。あ、いいですよ。はいはい。割れてんな多分。割れてる。多分なんか割れてる気するわ。ちょっと待って。いや無理やな。ちょっと一回向き変えるわアンプも。え、鳥音が割れてるんですか。いや、この中からの音が多分割れてるから。ああ。このアンプ離しますか、もうちょい。そう、こいつの音しか聞こえてけえへんねんな。これをじゃあ、そう、俺にかからんようにして。はい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 。こっちにずらして。こうして。さっきのマイクの位置な。はいはい。バミってるから。ね、ライト照らします。大丈夫ですか。いや、もうバミってるから。あ、バミってるの、うん、この傷んとこ、うん、それバミ。そうそう。あ、なるほど。これ後であのちゃんと直しますんでね。え、こんな音汚い。え、どうしました今度。外で聞いてる音は綺麗。あ、こっち鳴ってますよ全然。なんかなんじゃ、めっちゃ割れてるな。ちょっと待って、どうしたらいいんや。あ、原因を下げんねんな、こっちの。あ、なるほど。原因がちょっと9な 9.5 なってたわ。ちょっと下げるわ。フル原因じゃないですか。下げて。なんか共鳴してますね。なんか共鳴してるような。あ、あれじゃないですか、ドラムのスナッピー。なんかこっちからしか聞こえへんねんな。ちょっとアンプ本体のボリューム絞るわ。あ、なるほど。なんかいいですかね。ちょっと一回極端に絞るな。はいはいはい。こっちから鳴ってる？え、鳴ってないな。こっちのボリュームを絞ってんじゃないですか。それはない。こっちには入ってるもんな、メーター動いてるってことは。そうっすよね。ほんで出力ん、あ、あ、あ、オッケーオッケー。あ、来ました。あ、来た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 。あ、よかったよかった。音源とクリックに合わせ、あれやわ、下げすぎてたもん。はいはいはい。なんでもう撮るか。音いい感じやわ多分。あ、いい感じですか。あ、ちょっとじゃあ一回撮るわ。じゃあどうしよう。これパソコン僕押します。あ、そうやな、お願いしてもいい。 OK です。うん、 OKOK。 クリックを、あ、まあ多分ピッピッピッってなる。 OKOK。 いいですか、じゃあこれ普通にここ押せばいいですか。うん、スペースで。スペースで、うん。じゃあ行きますね。うん、はい。ストップ。ストップですか。あ、はい。え、多分違う曲流れてんな今。え、マジですか。ライブのやつ流れて持ってるわ。ちょっとやるやるやる。あ、大丈夫ですか。うん、フリック。なんか違うの流れちゃいますか。うっせえな。ライブのオープニング流れてたわ今。入場曲流れてたから。あ、これな。で、オッケーオッケー。これでいこうか。これ大丈夫ですか。うん、オッケーオッケーオッケー。行こう。大丈夫ですか。うん、じゃあちょっともう一回いきますね。ほい。はい。とりあえずイントロだけ止めます。うん、イントロ、ちょっと待って。なんか違和感あったっすね今。めっちゃやったよなさっき。
ちょっともう一回チューニングするわ。あ、チューニングずれちゃったんですか。多分。よし。大丈夫そうですか。うん。手際がいいですね。スピードが速い。よし、じゃあもう一回撮るわ。OK です。うん。オッケーオッケー、いいんちゃう？いいんじゃないですか。いい感じいい感じ。ちょっと一回聞いてみろ。はいはい。ちょっと待って、あ、でもミュー、なんかめっちゃジーってなってない？あ、今の録音してるのに入ってる。あの、そう、テッ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 テって給付パッてした時に、はい、なんかジーってなってる感じするから。あ、それはダメですね。これどうしたらいいんだろうな。ボリューム原因下げて、いや音変わってまうもんな。まあまあこんなもんか、しょうがないか。それなんか編集でなんかできない？家で切るわ、そのノイズサプレッサー的な。はあ、はあ、うん、小さいノイズは消せるから。なるほど。よし、じゃあまあとりあえずちょっとテイク繰り返して、はい、なんか納得いく感じのやつ撮るわ。あ、そうですか、 OK です。うん、あ、一回、うん、流れてるから止め、うん、止めて、うん、行こう。あ、じゃあこれでいきますね。はい、いきまーす。もう一回いい？もう一回。あ、もう一回ですか。うん、あ、OK です。もうどうしました？もう一回、もう一回いい？もう一回？うん、OK です、OK です。なんか調子悪いですか？いや、なんか自分の中でこう。あー、なるほどなるほど、 OK です。で、もう一回いきますね。はい、いきまーす。ちょっとだけ見せた今。ちょっともう一回。大丈夫ですか？もう一回もう一回もう一回。なんかやればやるほど悪くなってる気が。大丈夫大丈夫ですか？うん。もう一回いきますね。はい、いきまーす。じゃあもう一回。ちょっと待って、ちょっと集中し。なんか。オッケーオッケー、次決めるわ。決めます。うん。じゃあいきますね。うん。OK ですか？うん、前半めっちゃ良かったわ。今の OK テイク。これ使うわ。お、良かった。これ以上多分今はな、これ以上出へんと思うから。はいはいはい。じゃあこれ OK テイクで。ちょっと休憩する。これ使うわ。OK っす。保存だけしておきましょう。じゃあマジで。よし。とりあえずな、この先もまだやるけど、今のは完璧やったから。あ、あれ。マオさんやばいっす。これちょっと取れてないっす。どういうこと？取れてないっす。あ、押せてなかったってこと？多分。おお。今のテイクもないってこと？今の撮れてないですね。そう、もう一回撮りましょう。ちょっと今のもう一回時間ないんで、もう